では、早速調べてみますね。しているところなのですが、どうやらプーはパパを罠に陥れた後、大行動の次のエリアに進んだようですね。いえ、プーは次のエリアに行った後、寄り道せずにボスへ挑戦しています。そしてボスを倒した後、管理区に移動して、そこから数日間動いていません。場所へまっすぐ向かったようです。もしかしたら、コインユーザー権限を使ってプーが隠蔽をしていたのかもしれません。調べてくれて、私を助けてくれたんだよね。え、そうなんだ。いろいろありがとうね。私もみんなもフィリアさんがアインクラッドに戻れると信じています。必ず向こうへ帰りましょう。そう言ってもらえて勇気が出てきちゃった。絶対帰ってみせるね。ですね。じゃあここには手がかりはないのかな。あ、ちょっと
待ってください。コンソールメニューの深い場所に管理区の地下に関する項目が出現しています。地下の最上部に設置されているようです。本当に？していたのかもしれません。じゃあプーがいなくなったからその項目が復活したのかな。その可能性が高いと思います。続きがあります。管理区の地下に入るにはある条件が必要なんです。実はこのホロエリアの全エリアのボスを倒さないと入ることができないんです。ボスを倒してから中央管理コンソールへ向かったようですし、抜け道はないと思います。でも管理区の地下に中央管理コンソールがあるって分かったし、そこへの行き方も分かったんだから大きな前進だよ。はい。
んたがこうやって呼び出すということはかなりの大事件なのね。例のホロエリアについて。何が起きるの？アップデート？何ですか？何がアップデートされるのかな？確かに、どこにいてもデータを上書きされたらおしまいね。ということは、止める方法がキリト君には分かっているの？可能性はあるのね。やるしかないわね。やらなければ終わりなんだから。うん、私にできることがあったら何でも言ってよ、キリト君。はい、オレンジギルドの人なんかに。防具はしっかりメンテしてよね。出かける前には必ずうちの店に顔を出すこと。それと他の人にはどうするの？だけど、アスナはどこに行ったのよ。ずっと姿が見えないけど。ちょうどお話も終わった頃かな、キリト君。作ったごちそうですよ。
まったく、いきなり言われても食材揃えるのが大変なんだがな。ごめんなさい、ヤギルさん。俺はどっちかっていうと作戦会議に参加するべきだろ。仕方がないだろ、食材を集めるにも人が必要なんだ。クラインのおかげで美味しい料理ができたわ。ありがとうね。ああ、アスナさんに頼まれたら断れないからな。しかしいいのか、こんなにのんびりしてて。アインクラッド全体に影響を及ぼすデータの実装となれば、早くても数日の時間がかかると思います。そういうこと。だったら焦るよりもしっかり準備を整えないとね。というわけで、私とエギルさんが腕を振るいました。決起会ということで、今日はたくさん食べてね。美味しいですよ。うわー、すごいごちそうです。これはまた豪勢だね。お代は当然切り友ちなんでしょうね。システム的にはノーです、パパ。ただ、もし可能性があるとすれば、感情データが AI に影響を与えているパターンです。運動に関する信号だけでなく、感情も読み取ることが可能です。その感情データはカーディナルシステムが常にモニタリングしています。私は本来そのモニタリングデータをもとにプレイヤーのメンタルケアを行う存在でした。はい、パパ。信号を発したプレイヤー ID はもちろん、発生した時間や場所、
その時保持していたアイテムに至るまでカーディナルシステムのモニタリングは行われています。さすがパパですね。私が言いたかったのもそのことです。収集される感情データの多くは恐怖や悲しみなどの負の感情でしたが、中にはパパとママのように安らぎや喜びなどの特別な感情も存在することが確認できます。そして時には予想もしない感情データも。少しはお役に立てましたでしょうか、パパ。